この今日、解説するグループコンプっていうのは、まとまった複数のトラックに対して、こう、一括してかけると。こんにちは。ニューヨーク在住で DJ と楽曲プロデュースをなりわいとしています。DJ カズ佐久間です。今日は、Ableton Live 10に内蔵されているオーディオエフェクトのグルーコンプという、通常のコンプレッサーとは少し異なる、違うタイプのコンプレッサー。この、特徴とその使い方について解説してみようと思います。では、このグルーコンプが普通のコンプとどう違うのかについてですが、これはですね、音を圧縮して音粒を揃えるという意味に関しては、基本的な役割は、コンプレッサーとしてどちらも共通しているのですが、普通のコンプレッサーが各トラックに個別にアサインしていくのに対して、この今日、解説するグルーコンプっていうのは、まとまった複数のトラックに対してこう一括してかけるという点が、大きな違いになります。はい、つまりどういうことかというとですね、そのグルーコンプという名前ですね。で、グルーっていうのは英語でノリのことです。こういう封筒とかのこの辺についているノリのことで、例えばこうボコボコしたものをノリをつけてまとめるというイメージだと、飲み込みやすいかなと思います。で、例えばキック、スネア、ハイハットっていう、こう別々のトラックがあって、その複数のトラックを、グループを組んでまとめて、そこに一括してこのグルーコンプをかけると。そうすることによって、このドラムセットとしての、まとまりがあるサウンドに聞こえるということです。で、この考え方を、バスコンプと言ったりもしますが、Ableton Live ではグルーコンプという名前がついて、スタンダードとスイートのバージョンに、標準で内蔵されているオーディオエフェクトということになります。はい、では、ここから、画面を共有して、見ていきましょう。まずですね、どういう状態になっているかと、見てみましょう。ドラムのセットにかけていきます。で、こう見ていただくと分かるんですけども、キックのグループがあって、スネアのグループがあって、ハイハットっていう、この3つがあって、それを一括してグループを組んで、グループトラックをここに作ってます。ドラムグループ、これですね。はい。で、それぞれの、キックの、コンプレッサー、これですね。僕は、こういったコンプ使ってるんですけども、これをオフにして聞かない状態ですね。オフにして聞かない状態にしますと。で、同じようにスネアもこのコンプをオフで、ハイハットもオフにしてますと。はい。これで、個別のトラック、キック、スネア、ハットの、コンプレッサーはそれぞれオフにして効かない状態になっていますと。で、これらをグループを組んでまとめて、そのグループトラックの中に、1個だけ、このグルーコンプですね。オーディオエフェクトの、G で始まる。グルーコンプ。あ、これですね。グルーコンプレッサー。ポン。こういう感じでアサインしてやるということですね。で、まあ、このグループトラック、こう、グループをまとめるグループ機能っていうのに関してわからないという方は、上の、カード、もしくは下の説明欄の方に、過去にそのグループ機能について解説した動画がありますので、そちらを参考にしてみてください。はい。で、このグルーコンプレッサーですね。よく見ていただくと、この辺ですね。わかるんですけども、サイトミックって書いてます。見えますか？ここです。で、普通のオーディオエフェクトだと、あんまりそういうのが書いてないんですよね。例えば、普通のコンプだったら、これ。
書いてないですよね。まあこれはどういうことかというと、これなんですよね。サイトミック。このサイトミックっていうメーカーがザ・グルーっていうこのコンプレッサーを作っていらっしゃる。で、値段を見てください。99ドルと。で、このサイトミックのザ・グルーっていう99ドル相当のコンプレッサーがなんとエイビルトンライブのスタンダードとスイートバージョンには標準でこうサイトミックさんが提供されているということです。なんでもうもったいないんで使うしかないってことですね。はい。ということで、その詳しい、内容についてここから見ていこうと思います。はい。じゃあまずこのグルーコンプをオフにしている状態とオンにした状態で聞き比べて見てみましょう。はい。じゃあまずこのグルーコンプをオフの状態とオンの状態を聞き比べてみましょう。こっちのオフにしてこのグルーコンプもオフに。はい。で、このドラムグループ。で、この右上がピークに達して赤くオレンジ色になっちゃっているっていう部分とちょっとね、こう全体がギザギザ、ザギザギしているっていう印象があると思うんで、そこをね、注意して聞いてみてください。はい、こんな感じで次にここをオンにしてみます。するとこう箱に入ったようなこうまとまりのいい、音に変わっていると思います。で、この 音割れもなくなっているっていう状態なんでちょっと聞いてみてください。再生します。はい、こんな感じでグルーコンプをかけるとこう気持ちまとまった、すっきりまとまったような収まりのいい、サウンドに聞こえるということですね。はい、ではグルーコンプの各機能に関してですね。まあ普通のこっちの普通のコンプと比較してもらうとわかるんですけども、コンプレッサーとしての基本的な設定、このアタックとリリースでレシオ、それからスレッショルドですね。これはこっちの普通の従来のコンプレッサーと一緒で、アタックがあって、リリースがあって、で、レシオがあって、で、スレッショルドがあるという点はもう同じです。ただこの見た目が違うということで、最大の違いはこのソフトクリップという機能です。それからこうメーターになっているところですね。こうアナログ的なメーターになっているっていうことです。はい、そしてこのグルーコンプの目的に関してなんですけども、この目的っていうのは何もこう圧縮をきつくかけることによって音を潰すということでもなければ、音圧を稼いで音量を上げるということでもなくて、その目的は各サウンドの個性、キックとかスネアとかハット、そういった各楽器の個性を失わない程度に、サウンド全体にパンチと温かみを加えるというのがこのグルーコンプレッサーの目的になります。はい、ということを踏まえた上で、一個一個セッティングを見ていきましょう。まず、アタックですね。このアタックはですね、信号が流れてきて、そのグルーコンプが作動するまでの速さ、時間ですね、反応の時間です。で、こうあまりにも速くすると、その楽器の音が、信号が入ってきてすぐに反応して、結果としてこうペタッとした印象になってしまうってことなので、あまりねこう早すぎると良くない結果が
得られてしまうということですね。例えば今1に設定されてますよね。これを、右のこのメーターを見ながら、ちょっと調整していきます。早くするとこう反応が早くなるのが分かると思います。で逆に遅くするとこの反応が遅くなります。はい、こんな感じで、値が速くなればその反応が速くなって、こうキックのアタックの部分まで潰されてしまうことになるので、あまりこう速くしすぎるのは良くない結果が得られてしまうということなので、そこら辺注意しながら、耳でね確かめながらやってみるのがいいと思います。はい、で次リリースですね。リリースはアタックの逆です。アタックはこう最初の部分で、リリースはそれがどこまで持続するかっていう離すポイントを設定する場所です。値を大きくすると、ずっとかかりっぱなしになってしまうってことなので、ちょうどいいところでかかったらすぐにこう離してあげるっていう、ちょうどいいところで離してあげるっていうのがいいと思います。はい、こんな感じで反応してサウンドが鳴り終わる頃にふわっとこう戻る程度がいいのかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、次にレシオですね。レシオっていうのはどれだけ潰してやるかっていうことですね。こっちの普通のコンプレッサーのレシオを見ていただくと分かるんですけども、ゼロの状態だとこうまっすぐ何もかからない状態ですね。でこの値を上げるとだんだんとこう潰す具合が調整されるんですけど、こんな感じですね。このカーブ、この度合いを調整するのがこのレシオです。まあ普通のコンプだと選択肢がいっぱいあるんですよね。ノブでこう無限なんですけど、こっちのグルーコンプに関しては2か4か10っていう3択なんで、自分でねこうかけてみてどれがいいかなっていう3つから選んでみたらいいと思います。はい、で次にスレッショルド。スレッショルドはどのぐらいの値になったらこのグルーコンプが作動するかっていう、ポイントですね。信号の大きさのポイントを、決めるところです。例えば普通のこっちのコンプレッサーだったらこんな感じで、どのタイミング、どの信号のレベルが入ってきたら、こう、コンプレッサーが作動するかっていうポイントを決める場所ですね。なので、繰り返しますが、このグルーコンプの目的っていうのは、音をきつく潰すっていうことではないので、そんなにね、こう、きつくかけないように、浅めにかけてあげるのが良いのかなと思います。まあ、こんな感じで、浅めに。これを深くかけてしまうとこんな感じでもうペタペタな音になっちゃいますんで注意してくださいってことですね。はい、まああくまでもこうそれぞれのキャラクター個性を失わない程度にパンチを出すというイメージで浅めに設定するのがいいと思います、このスレッショルド。はい、はい、そしてですね、このグルーコンプが、普通のこっちの普通のタイプのコンプレッサーと明らかに違う点がこれですね。最大の違いはソフトクリップ機能で、このソフトクリップ機能は何かっていうと、このインフォビューの中見てもらうと分かるんですけども、
ウェーブシェイピングディストーションを入力信号に適用し、最大出力レベルをマイナス5デシベルに制限しますということで、まあ、いわゆるリミッターの役割ですね。こう、クリップをソフトにしてくれるっていう、ソフトクリップ機能ボタンですね。なんで、ここをオフにした状態だと、まだこの右上の、メーターが割れているんですよね。ちょっと再生します。こんな感じで。見えますか？ちょっと赤くなって、ピークになっちゃってるんですけども、ひとたびこのソフトクリップをオンにすることによって、このピークが抑えられるっていうことですね。見えますか？オフ。オン。オフ。オン。はい、こんな感じでソフトクリップオンにしておくのがいいかなと思います。で、このソフトクリップを通った後に、もしね、こう、音圧が、とか音量が異様にちっちゃくなったっていう場合は、このメイクアップっていう部分で原因を少し上げることもできますよってことですね。例えば、はい、こんな感じで、まあ上げてもね、このメーターがクリップしないと、ちゃんとね、ここでリミッターがかかっているっていうことなので、まあ全体の音量少し損なわれたなと思ったら、気持ちこのメイクアップで上げてあげると、で、調整するのがいいかなと思います。はい、こんな感じで、今はね、こうドラムのグループ、ドラムグループに対してかけてみたのですが、これを同じようにですね、今度はマスタートラック、見えますか？このマスター。要はもうサウンド全体をまとめたマスタートラックに対しても、こうかけてみるということで、ちょっと聞いてみましょうかね。これをオフにしてみます。すると、もうこのマスターのレベル、メーターがもう真っ赤っかにピークに達しているのが見えると思います。再生します。はい。これを、グリューコンプをオンにして、で、このソフトクリップをオンにすると、こう、すっきりね、こう、まとまったサウンドに聞こえると。さらに、この、さっきの赤い音割れですね、がなくなって、緑の正常な状態に戻るっていうことなので、ちょっと聞いてみてください。再生します。はい。ということで、今日は、Ableton Live 10のスタンダードとスイートバージョンに、標準で、内蔵されているオーディオエフェクトであるグルーコンプレッサーについての解説をしてみました。こんな感じで、グループ機能を使ってまとめて、その中にかける、もしくは、こう、マスタートラックでサウンド全体にね、かけて、そのパンチと温かみを加えてみてください。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。DJ カズ佐久間でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。